嘘おぉた無茶しすぎじゃね、どっか汚れた、じゃあ洗えばなんとかなるね。俺ひ膝いったかと思った。大丈夫なんていうか事なきを得た。ついん？石積んだろ？あの石すごくね？なんか多分さ、ここ俺らが強引に来ただけでさ、本来こんな近くで見れるだけじゃないんだな、きっと。あとね、あのね、石のね、神秘さがやばい。誰かが積んだんだろうけど。ん？いや、これをさ、石ズームで滝後ろにしたらかっこよくないそうだよな。おお、来た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 、すごいの取れた。なんかかっこいいんだけど、うい、これかっこいい。石使えるぞ、石。すごいこれ、フラッシュ、フラッシュダメだな。まず滝を、吊り橋も入れてみるか、あのヤバいやつ。あとは滝ズーム。ここ写真大体うまくいった。これ今回の七滝シリーズでこれ一番好きかもしれない。これなんかね、なんかあの石に岩に沿ってないからさ、ドカンドカン落ちてんじゃん。あの感じが好きだな。あの例えるなら、今までの滝がスライダーだとしたら、こいつはサマーランドでいうドボン。なんとなくわかんない。いいね。もしが落ちないよ、持ってあげるよ。え？割とこっちに感性の力引っ張ってるよ、ちゃんと。なきはちょっとバカにするっていうね。でもマジで言いそうなことはさ、じゃあガッツン支え出てくんな、うん、じゃあ前に押すね。うん、早くしないと本当に押すよ。マジで やるからな、あいつを。およいしょ。絶対おかしい角度から見たら本来ここでしょ、だって。だから本来こんな遠くでしか見えないんだよ、あの滝。超近くで見たんだけど。よいしょ。いい木や。はっはっ。灰皿かと思った。あ、ここいいじゃん。ちょっと違うけど、今日も至近距離が行けた。なるほどね。この角度、この角度でいいね。何がいいのかなと思ったんだけどさ、ああ水じゃなくてこの石の形がいいのかもしれない。なんか独特だよね。なんか亀の甲羅みたいな。で、問題のなんかやべえやつ。おお、すげえ。